皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてテストライダーの丸山博史です。この番組はモータースポーツを通して人々の生活に活力を与え、文化として創造する、そんなコンセプトでお送りしておりますが、今日はですね、レーシングスーツと、そしてここにブーツがあって、グローブがあると、テスト&レビュー、新商品紹介ではなくテスト&レビューという、私が使っているもののね、商品を、使ってみてどうだったかっていうのをですね、ちょっとこのね、串谷の今現在使っている串谷のブーツ、そしてグローブについてテスト&レビューをですね行おうと思っているんですが、その前にですね、近頃皆さんからですね、なぜ今串谷なんですかっていう話がですね今よく来るんですよね。ということでテスト&レビューの前のですね、丸山博史の30年、いや多分ね35年の歴史かな、1984年、いや古くはもっと1983年か2年ぐらいからレーシングスーツ着てるかな。ただ実際レースをやり始めて、来た時にですね、どんなスーツを使っていたかっていうのをですね、ちょっとお世話になってたということもあってですね、そんなところをちょっと紹介したいなと思います。現在は、串谷さんを着させていただいておりますが、私の場合はですね、モータージャーナリストでもあるので、いろんなところのウェアを、着る。全日本やってる時にはもう一本に必ず絞ってましたけどね。でも今はちょっとジャーナリストという肩書き上、あとテストライダーという肩書き上、ちょっといろんなスーツは使わせていただいてるんですが、でもね、ずっと私のレース歴の身を守ってきた遍歴をですね、ちょっとご紹介したいと思います。そんなの知らねえよっていうのを聞かないでくださいね。一番最初にレースを始めた時に、ストリートではなくてね、レースを始めた時に使ったのがですね、多分知らない人も多いし、古い人は知ってる人も多いんじゃないかと思うんです。 OSFC というですね、つなぎメーカー、これはですね、実はこれもうちのすぐ近く、いやうちの町内、私の実家の町内にですね、なぜかこのメーカーさんがですね、いきなりレーシングスーツ屋さんをドンと構えてですね、それまで私は上野に行ったりしてレーシングギアをいろいろ買ってたりしたんですが、うちの町内にできて、私はそこでですね、実は私レースを始めたんですよって、ただね、お店があったから遊びに行った、パッていきなり、レース革つなぎ屋さんが町内にできたって言って遊びに行ったところから始まって、 OSFC というところを使っていたんですが、一時、葛飾からですね、金沢だったかな、新潟だったかな、確か、マゼの方のサーキットの方に移って、それからね、ちょっと分かってないんですが、最初は OSFC というつなぎを着ておりました。その後に着たのがですね、もう1988年は、国部部、清水国明さん、タネットの清水国明さんのチームの国部部にいた時にですね、実は RS 太一さんにお世話になりまして、 RS 太一のつなぎをですね、1988年には来ていたという形になるんですが、それは国部部レーシングにいたから RS 太一だったんですが、その後、国部部レーシングを出て、自分で全日本のチームをですね作っていく時にはですね、はい、ジャン米蔵さんというですね、これがレーシングスーツ米蔵で、実はこのレーシングスーツ米蔵もですね、うちの非常に近くにあります。草加の方にあるんですけど、草加だったかな、すぐ近くて、うちのファクトリーの今すぐ近くでもあるので、何かっていうと採寸をしに来てくれたりとか、修理もスクーターでビューンって取りに来てくれたりとかっていうので、レーシングスーツ米蔵さんにはめっちゃお世話になっているというね、形になるので、このね、レーシングスーツ米蔵さんはもう30年以上着てる、ちゅうか今でも着てますからね。串谷さんのレーシングスーツを着ながら、実は、米蔵さんのレーシングスーツも、私もほとんど今転ばないようになってきたんで、一回作るとですね、別にダメにはならないので、意外とこうずっと着てきてるんですね。そしてですね、この時点では、なんとですよ、この時点ではですね、ブーツ、ここに見えるブーツがですね、これもそうなんですが、米蔵さんの レーシングブーツを履いてる。レーシングスーツ米蔵のブーツを履いてるんですが、これはグローブもその時使ってました。ところがですね、グローブとブーツに関しては米蔵さんは作るのをやめてしまうんですよね。これは靴専門にやってるところに
任した方がいいやっていうことで、革つなぎは未だにね、頑張って作っておりますが、この時点でまあブーツをやめてしまったんで、ブーツどうしようかななんて思っていたわけですよね。でこれはね、1991-93年頃だと思うんですが、まあ、90年の初頭までは米蔵のレーシングスーツブーツを履いていたんですが、これ90年のですね、テイストオブつくばじゃなくてテイストオブフリーランスの時代に私が CB で活躍している時にはレーシングスーツ米蔵のスーツとブーツだったんですが、この辺りでまあブーツがなかったんで、ちょっとブーツが壊れかけてきたなって言った時にですね、でももうレーシング米蔵さんブーツやってないしな、どうしようかなと思って、その壊れかけてきた時にこの当時にですね、まあ、この当時もちろん全日本選手権も出ていたので、全日本選手権の中でですね、私はですねアルパインスターズをまあ使いたいと、どこのブーツを履こうかなと思った時に、やっぱりその時にアルパインスターズさんが一生懸命こう頑張っていて、安全面とかね、そういう面では非常にこう頑丈で強固なブーツという評判で、自分で選んでアルパインスターズのブーツを履こうかなと思った時に、実はアルパインスターズを取り扱っているのが RS 太一さんだったんですね。で RS 太一さんに元お世話になったこともあって、 RS 太一さんに言ったらですね、とりあえずブーツのねちょっと壊れ具合を見て、これじゃ危ないからっつって、一旦とりあえずね借りるブーツを借りるんですよ。これもう次の年なんですけど、なぜかこのブーツにですねアルパインスターズの赤いレンタルで、ここのねブーツはアルパインスターズの、まあ、借り物でちょっと出させていただいたっていうのがあって、そこからはですね、この次のテイストオブフリーランスからは自分でもアルパインスターズさんをですね使わせていただいてると、まあ、これはね自分で選んで、まあ、自分で安全性をね、まあ、怪我をしたくないからっていうんで、RS 太一さんがその時扱っていたアルパインスターズのブーツを履くことになっていったという形になります。で、スーツは米蔵、ブーツはアルパインスターズという形になっていくんですよね。その中からですね、鈴鹿の8時間耐久に関してはですね、ちょっと別スポンサーだったので、鈴鹿の8体もレーシングスーツ米蔵で結構来てはいたんですが、ことウルトラマンレーシングチーム、こう横に立ってるのはこれはウルトラセブンで、ライダーこれが私丸山博士なんですが、私は実はですねウルトラマン太郎太郎の役で、ファクトリーにそう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 、 あそこに置いてあるつなぎがこの時に使ったつなぎで、このつなぎをですね作れるのが RS 太一さんだけだったんです。っていうかこれを米蔵さんに言ったら、いやこれはちょっと作るの大変だなって言ってですね、カラータイマーとか作んなきゃいけないんですけど、これは大変だなって言って、実はこの時に RS 太一さんにまたね、作っていただいて、でもこの時にアルパインスターズをちゃんと履いてるんですよね。ブーツはアルパインスターズで、これ自分で選んで、でこの時にまた RS 太一さんにお世話になって、8体に関しては RS 太一さんで何度もつなぎを着させていただいてるんですよね。という時代がですね、まあ起こりまして、まあ、今に至るという形でね、現状今はですね RS 太一さんのつなぎも着るし、レーシングスーツ米蔵も未だに持ってるやつがまだあんまり壊れてない、実は使えない状態にならない、転ばないから、ほとんど転ばない、まあ、絶対に転んでないわけじゃない、レースは一応転ぶことはあるんですが、連絡するとすぐ取りに来て修理をしてくれるんで、まあ、そういったねこう地下修理修繕のすごく速さもあって、レーシングスーツ米蔵さんにはずっとこう使わせていただいてるんですが、ことブーツに関してはですね、ある結構長いことアルパインスターズのですねブーツをこれもう汚れていてですね、ちょっと出すには忍べないんですが、結構使わせていただいてるんですが、これもですね結構壊れないんですよね、ずっと、まあ、これ5万円ぐらいすると思うんですが、ずっと履いててもなかなか壊れないので、私としてはですね、まあ、別にこれもまだ全然使えるし、安全性としても問題はないなっていう形なんですが、現状は今このブーツと、実はですね現状今はですね、串谷さんの、まあ、同じ色というかですね、つなぎに合わせて、この色を使っているという形になります。現状はね、まあ、アルパインスターズさんとアルパインスターズさんと
このクシさんのブースでね、まあ、よしあしというわけではないんですが、結構プラスチックパーツがまあ多くて丈夫で、でこれはインナーブーツタイプっていう風になるんですが、すごくシンプルにして、まあ革でねやって、あと金具がとかプラスチックパーツがないのが、まあ、クシ隊の特徴ですが、まあ、非常に履きやすく、あとね軽さももちろんありますよね。これね、私海外に行くときにこれをですね旅行バッグに入れると他のものが本当に入んなくなって、海外の試乗テストの時にはなるべくシンプルなブーツを持ってきたいっていうんで、もうこっちをね途中でこっちに切り替えていたんですが、両方のねやっぱり良いとこいいとこっていうのをね、捉えて、まあ未だに両方使うことがあるんですが、なんとですよ、なんと近頃前にも言ったけどアルパインスターズさんと串谷さんがコラボしたブーツが出来上がるというですね、なんと俺が好き好んで使っていたブーツが合体するというですね、すごいなと。これブーツね、なんとですね、これちょっと商品説明をね読むと7万2000円するんですよ。これもねちょっとびっくりなんですけどね、でも私としてはずっと使い続けてきてるアルパインスターズと串谷さんが合体して、良いところはねこうプラスチックパーツ使ってるとこ以外の革がね串谷さんの革を使うと非常に柔らかく、できて、まあ、そんなところをねまだ実は使ってないんですが、まあ、いつか使ってみたいなと思います。そんなですねこのブーツの遍歴もですね私としてはまあかなり、長くやってきたなと。ちなみにグローブももうアルパインスターズをだから多分92、3年頃からアルパインスターズに来てるので多分30年近くアルパインスターズをずっと使ってるんですが、近頃はですねこちら、はい、串谷さんのグローブをですね、まあ、主に使わせていただいておりますという形で、ここから商品レビューをね、やっとこの商品レビューをね今までそうやって使ってきた中での串谷さんのね商品レビューをしようと思っているんですが、ちょっとね話が長くなって、まあ今まで RS 太一、米蔵、そして今串谷さん、その前 OSFC っていうのはありましたけど、でもねよくその普通にまだ街乗りから峠行ってサーキット走り始めた時にはよくね擦過傷を起こしてた。グローブのメーカー言えないですけど、やっぱりなるべく柔らかくて握ってる感じのいいグローブをねよく上野で買いに行っていたんですが、上野が悪いわけじゃないんですよ、でもね柔らかくて、なるべくね、まあ、外縫いとかいろんなものがあるんですけど、転ぶたんびに結構この辺血だらけになったりとか、ここにね病の跡ができたりとか、これ未だにここに傷跡があるんですけど、これは多分20歳ぐらいの時に作ったですね、まあ、その時のグローブとかだったんですが、はっきり言ってちゃんとレース専用のこういうグローブを使っていただくと、もうそうしてからはね、まあ、米蔵さん、まあ、アルパインスターズさんも含めてほぼ擦過傷という血を見ることがない。自分の中でね、自分の体の中であざはあるけれどね、でもね血を見ることなかったけど、やっぱりねサーキットまで走ってなんかねストリート用の用品ではよく血を見ました。今は本当にそういうものをちゃんとね使っていただければ、中でね血だらけになるってこう本当にあるんだけど、それをまあ守ってくれるレーシングスーツたちでね、あとは着心地とか、軽さを重視、着心地重視、まあ当然価格もそうなんですけど、まあ基本的にはサポートされているので、私はですね、まあ、本当に今までずっと、つなぎはですね、まあ、多くのそういうメーカーから助けられてきたんですが、ライダーの皆さんにはね本当に安全に身を守るためであれば、ブーツとグローブに関してはですね、通勤にここまでのものは使わなくていいと思うんですけど、ことねやっぱり高速道路を使ったとか、スーパースポーツでね走るとか、まああわよくばサーキット走るときにはやっぱりこういうね、きちんとしたレーシンググローブ、ブーツ、スーツを選んでいただくと、まあ、本当に怪我をね
まあ、ほとんどしなくなる。先ほど言ったように擦過傷をしないだけであって骨折は免れませんからね。骨折はね当然全日本やってる時はしてきたんですけど、今どき血を見ることがなくなったという形ですよね。ということでね、この辺のちょっと商品を紹介、テスト&レビューさあ行こうかと思うんですが、ちょっと時間がなくなってしまったんで、これはこれで一旦テスト&レビューはね、このまた次やります。しかしですね、ちょっと紹介しておきたいの、私のですね、この屈指帯のレーシングスーツのねバンクセンサーがですね、だいぶもうなくなってしまったので、一旦剥がしてですね、一旦ベリベリっと剥がしてですね、ここにですね、なんとサインを書きました。サインを書いて、はい、このサインを書いたやつをですね、この間阿蘇の草にカフェ行ったらですね、おなんとバンクセンサー置きが書くらいだのがあるじゃないか、これぜひ俺のも置きたいなって言ってですね、今草にカフェ阿蘇店に電話して、これ送っても大丈夫ですか、ああもうぜひぜひっていうので、これを送らさせていただいて、これを串谷カフェ店さんのオブジェのところにポンってこう置いといてもらうので、これを真っ先に見つけた先着10名の方になんと小鳥ステッカーをプレゼントというですね、ビニールブラ小鳥ステッカーをですね、まあ、10枚串谷カフェさんに送っておくのでね、もし丸山のバンクセンサー見つけたっていち早く言ってくれた人先着10名にですね、小鳥ステッカーをですねその場でお渡しできるように、また我々が九州行ってなかなか皆さんにですねこういうことできないので、串谷カフェさんを利用してお送りするようにします。ちなみに私のサインで理解するというよりは、ここにモーターステーション TV って書いてあるんでね、はい、これを見つけていただければ、店長によってね丸山さんのこうバンクセンサー見つけましたって言っていただけると、多分店長は奥に隠し持っていたこれをですねいただけるんじゃないかということで、ぜひですねこの間の串谷カフェさんに行ったことをきっかけにですね、九州の人にもですね、ステッカーがですねお渡しできるようにしたいなと思っております。そういった形で、ね、本当にずっとね身を守ってくれたつなぎたちなんですが、ただねもちろん安全性重視だから自分から大体もちろん選んでいってるんですよね。どこかが来てくれっていう風に来るよりは自分から大体選んでいって、自分が来たいと思ったものを大体やってるんですが、でもそれだけではなくて家の近所でやったとかっていうのも もちろんあるし、あとその時の思いでね、米蔵から串谷にね、また来ていくっていうのに関してもだいぶ時間をかけてやってるんですよね。で米蔵さんも未だに来るしね、でも串谷さんに関してはね、まあ世界的にもね串谷さんのスーツは世界中のライダーが着たいって言ってるぐらい、これ私がヨーロッパの試乗会とか行くと、向こうの有名ジャーナリストのアラン・カスカートさんって未だに着てるしね串谷さんので、その串谷さんの、まあ、アラン・カスカートさん串谷のスーツを着て私も着ているとですね、ヨーロッパのジャーナリストライダーが俺も串谷のつなぎが着たいっていうね、意外と世界中からですね日本のメーカーのつなぎはですね、まあなんだろうね、革の良し悪しだけではなくその作りの良さというかね、まあ、手作り感というか、まあ、やっぱり職人気質の作り方なのかな、そんなところが評価されていて、まあ、それをね、私もずっと着させていただいているというのをですねちょっとお伝えしようと思いました。ぜひですね、皆さんも良き出会いとともにいい、レーシングギアをね使っていただけるといいんじゃないかなと思います。という、今日は、丸山浩司の身を35年以上守ってきた、レーシングギアの遍歴をですねちょっとお話しさせていただきました。ぜひですね、串谷カフェ店に行ってこのブーツセンサーをバンクセンサーを見つけていただければと思います。それでは今日のところはこの辺で、さよなら。